茨城県天心記念伊斯良美術館では企画展アート現在進行中、文化庁新進芸術家海外研修制度50周年記念展、美術部門洋画日本画版画を開催中です。文化庁新進芸術家海外研修制度は1967年に発足し、今年50周年の節目を迎えます。この間、この制度により海外のさまざまな国で研修された芸術家は、美術部門では約1300名を数えます。海外派遣芸術家は日本美術界を牽引する作家から精神な作品を発表し続ける春英まで、その目覚ましい活躍が注目されています。本展覧会ではこれまで研修に参加した研修員の中から洋画42点、日本画15点、版画18点を紹介し、同制度の成果を広く紹介いたします。なお、出品作品は本展のために制作された新作であり、今日の多様化する美術表現の魅力を味わうことができる展覧会となります。展覧会期間中は出品作家によるギャラリートーク及びサイン会が予定されております。皆様ぜひ足をお運びください。